大好きだよ。どうぞよろしくお願いします。先日7月23日日曜日に開催させていただきましたねむこ主催のお誕生日イベント新生心理お越しいただきましてありがとうございました。みんなのおかげで本当に楽しいイベントとなりました。もう一生忘れません。その映像ですね、こちら動画ラブさんにて一部公開してくださるそうです。やったー。ねむこのサイトでも9月以降に公開予定なのでぜひお楽しみにお待ちください。今回も馬券のヒントのコーナーで一部公開させていただきますのでお楽しみに。それでは早速いきます。先週行われたレパードステークスの結果と的中ポイントはご覧の通りです。レパードステークスは珍しく全員不的中でした。残念。今週はみんなで当ててバズりたいと思いますので頑張っていきましょう。それでは今回予想するレースはこちら。今週は舞台を小倉に移して行われるサマー2000シリーズの第3戦目、中距離の猛者たちが集まる小倉記念です。小倉の芝コースは一周距離およそ1615メートル、日本の競馬場で福芝に次いで2番目に小さいです。馬場の高低差はおよそ3メートル、最後の直線はおよそ293メートル。競馬ラブのデータ担当ココンコちゃんがリサーチしてくれた小倉記念馬券のヒントは7月23日、新生心理で披露させていただきました、ねむこのデビューソング、回電波、あと、おやすいみーソングをフルコーラスで聴きながら、どうぞご覧ください。Thank you.
想に入る前に AI 予想ですが、今回も予想スタッフが挙げた推奨馬でどの馬が勝つ可能性が高いかを予測してもらいます。1着馬を当てた場合のみ1ポイント獲得となっております。それではレパードステークスで押した、魔王の嵐は直線届かず残念な5着。今週は的中ポイントを獲得する ためにも必ず的中させるぞと意欲満々の編集長きのこちゃんのオス馬をご紹介させていただきます。現在まで24勝2着26回3着29回連帯率はおよそ 14% リーディング30位、角田大河騎手騎乗、北昇ファーム生産、グラメンテ3区ゴールドエクリプスゴールドエクリプスです、2走前の2勝クラスを勝利後重賞で 0.6 秒差の4着は能力のある証拠。今回前走と変わらない裸同然の金量が51キロ。鞍上は今年すでに重賞を勝利している乗れてる若武者。重賞2勝目を期待して推奨しますとのことでした。次に先週のエクロザイトは3番手からの追走で一瞬期待しましたが直線伸びず悔しい4着だったガミ坂織さんのオス馬をご紹介させていただきます。現在まで67勝2着73回3着67回連帯率はおよそ 25% リーディング6位、松山浩平騎手騎乗、日高太陽牧場生産、黒船サンク、マリアエレーナです。最終追い切りは立東ウッドチップコース単走追いで6ハロンから追って84秒1、ラスト1ハロン11秒3を計測。ガミ坂織の分析は去年の小倉記念を5馬身差で圧勝、そして今年の G1 大阪杯は0秒5差の5着に健闘。今回のメンバーでは実力上位。小さい体に筋量が去年より 2.5 キロ重いのが懸念材料ですが、過去3年で2勝2着1回と小倉を得意としている松山騎手の3年連続勝利を信じて自信を持って推奨しますとのことでした。続いて先週の12番人気痛快リアルは後方から伸びるも直線尽きて7着、それでもあの騎手を信じてココンコちゃんのオス馬をご紹介させていただきます。現在まで39勝2着33回、3着43回、連帯率はおよそ 15% リーディングは先週と変わらず14位。ココンコちゃん一押しの騎手みゆきひであき騎手騎乗、グランド牧場生産、ハーツクライ3区スカーフェイスです。4走前の大阪城ステークス以降勝利はありませんが、全3走すべて重賞で着差は1秒以内。今回人気はないですが天乗りで好成績を残すみゆき騎手の手綱さばきを信じて推奨しますとのことでした。そして先週のクレメ男児は見せ場もなく8着、今週こそと語るアイオイユーさんとムーさんの連合軍がオス馬をご紹介させていただきます。現在まで74勝2着61回、3着50回、連帯率はおよそ 25% リーディング4位、岩田未来騎手騎乗、ノーザンファーム生産、キングカメハメハ3区ククナです。前走は休み明けでしたが今回も出走するエヒトを含め実績馬たちを相手に 0.2 秒差の2着、今回は得意そうな叩き2戦目、構想を続けている馬にすでに父を超えた未来騎手にククナの未来を託したいと思い期待を持って推奨しますとのことです。なんだか行けちゃいそうな予感がします。お次はお待たせしましたこちらのコーナー、
先進をしたハッスルダンクちゃんは先行したのですが、直線でバテてしまったようで、残念ながら13着。いやー、競馬は本当に難しいなと思いました。でもねむこは諦めません。きのこちゃんやココンコちゃんのように自分が押した馬で、後輩と馬券を取りたいので、今回押す馬で狙っていきたいと思います。現在まで49勝、2着53回、3着52回、連帯率はおよそ 22%、リーディング9位、西村敦也騎手騎乗、柳川牧場生産、ジャストウェイ3区、帝王シリウスです。やっぱり名前がね、帝王ですからね、勝てる気しかしておりません。そして、ねむこの分析は、前走はしんがり負けですが、敗因はこの馬の得意な形に持ち込めなかったからではないかと思っております。今回短期で逃げ切れば大いにチャンスあります。鞍上も1800メートルですが、小倉で勝利に導いている西村騎手。大穴を開けてくれると信じて、自信を持って推奨させていただきます。頑張れー。最後は、AI たちによる予想スタッフたちの推奨馬着順予測はご覧の通りです。各スタッフの推奨馬は出馬表の通りです。買い目はご覧の通りとなってます。ご覧の買い目はあくまで参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してくださいね。それでは競馬ラブ G3 小倉記念の予想は以上となります。ねむこは今日小倉って言い過ぎてテイク2となっております。そして今週もジンバともに無事に帰ってきてほしいです。今回の結果報告は動画ラブの Twitter や競馬ラブの YouTube 説明欄でもご報告しますので、絶対に確認よろしくお願いします。競馬ラブの MC の一人で素敵なお姉さま IOU さんの最新情報はご覧の QR コードから IOU さんの Twitter でぜひ確認お願いします。 IOU さんと何か面白いことやりたいなと考えているので、まだフォローしてない方はぜひポチッとフォローボタンよろしくお願いします。そしてなんと CD アルバムをねむこは作らせていただきました。あと7枚完売するととってもすんごいことが起きるので、ぜひ現場や通販で手に入れてみてはいかがでしょうか。歌もめっちゃいいのでね、ぜひチェックお願いします。そして、5月5日夢プッシュデビューライブにてねむこソロでも参加させていただきました。そちらの映像をメンバー限定で公開中でございます。300円ちょこっとかかってしまいますが、お値段以上ねむことなっておりますので、ぜひご覧ください。そしてちょっと先の予定にはなりますが、8月20日日曜日、天才ポールダンスユニットわたじゃれこさんの相方じゃれこさんの方のお誕生日会に参加させていただきます。アイドルとしての参加はねむこだけとなっておりますので、ドキドキ、皆さんが応援に来てくれたらとても頼もしいです。今回は大人気のポールダンサーさんたちが多数出演されるので、いつものアイドルライブとはちょっと違った楽しみ方ができると思います。みんなに会えること楽しみにしてます。詳
詳しくはご覧の QR コードからねむこの Twitter で確認してくださいね。そして最近また新型コロナウイルス感染者増えてきてるそうです。帰ったら手洗いうがいして予防対策して競馬もライブも楽しみましょう。それでは名残惜しいですが今回はこの辺りでお開きとなります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter でね競馬予想とかしてくれたねむこもぜひ確認するのでみんなバシバシよろしくお願いします。それではおやすみー。